はいどうもパシです、今回はノラでチームデスマッチスナイパーの練習をしていきたいと思います。ようやくね、なんとプレステージ2周目に入ったということでスペシャリストがほとんどないんでね、キネティックアーマーを使ってやっていきたいと思います。で、まあスナイパーね、全然のっけから間違った。スナイパー全然ね当たらないんですよね。ただベータ版の時よりはね、ちょっと使いやすくなったかなとは思いますけどね。 ADS 遅くなってね、正直まだ BO2 寄りなんで、ゴースト勢だった自分としてはスナイパーの感覚が非常に難しいです。嘘でしょ。危なっ。ちょっと待って、覗かれてるよね。さすがに。あれ、あ、いた。そして裏を取られている。いますよ、そこ。大丈夫？ OK。 あれさ、 SVG とかっていうさ、スナイパーの方がさ、正直強い気がするのは私だけ？皆さんどう思いました？あべ、外した。でライン上げてきてるな、できない。おー、あぶねー。あ、惜しい。もう雰囲気当たってるっぽいね。いいよ、雰囲気から始めよう。スナイパーはまず雰囲気からですよ、やっぱね。あ、待って、俺ハンドガン指切りできないぜ。だからちょっときついぞ。まずやっぱね、スナイパーはハンドガンも使いつつ、ガン見もしつつ、おっと、仲間に撃たれつつね、当たるっぽい雰囲気でクイックしていかないと。いるぞ、仲間。大丈夫なのか。待った。あれは追うべきだったな、今のは。仲間カバー入ってくれ。あそこのリジャックはどこ行った？下にいるぞ、いっぱい。こっちから頭を出すのは怖いのだ。あ、オッケー。 UAV オンライン。さあ、ハンド、待って、どうする？クイック当たる自信ない、当てる自信ないから、ここは普通に行きましょう。おっと、いるぞ。うっ、あぶね、あぶね。え、お前何走ってんの、そこ。あーんって感じだよ、マジ。キネティックアーマー使えばよかった。いないか。オッケー、 UAV 行ってみましょう。目標はね、とりあえず今回は15キル。あぶねえ。オッケー、もう一枚いた。うわー、キネティックアーマー舐めるの。はい、あー、後ろにもいたんすか。で、俺の UAV で俺のキャパケなんすか。あれ、待って、いるぞ。あ、赤、待って、赤。悔しい、超悔しい。どこだ、いるぞ。 OK、 強キング。え、いない、そこ。あ、仲間か。なかなかあそこをスナイパーで覗くのは強気なプレイですよ。いたな、今。あ、こっちから反射。あかんてー、あかんてー。いやー、逃げんのうまいね、今ね。よかったね。上いない。 OK、 ナイススナイプ。意外と当たっている剣について、ちょ、自分でもびっくりする。おお、どうした、俺意外と当たってるやん。なんでランクまで当たんの、ボット打ち。おお、もうびっくりナイフで死んでよ。なんかでんでんみたいな感じでハイブ打ってるやついて怖いん。ハイブ打ってるやつ、こっから頭出す。出たー、やっぱ。おー、あーか。え、死んでろ、大丈夫。オッケー、意外とスナイプは裏で。なんか、おっと、逃がしてください、頼む、仲間助けて、俺のこと。待って、こっちから回ってきて、来るぞ。わしはハンドガンおじさんなのだよ。うら、キネティックアーマー。あ、いない。お、待って、ほら、俺のキネティックアーマーおじさんのところにどっち行っておいで。もうキネティックアーマー切れたから、もう来なくていいよ、もう来なくていいよ。倒した。まだいるべ、そこ。おい、待って、ごめん、リジャックマンがいた。どこ行った。待って、あ、こっちからも来てる。あかー、悔しい。俺のおっぱいガンミスタイルが外した。いるぞ。オッケー、1枚。
だっけ。でも足音半端ない、足音半端ない、あかん覗いて待っちゃダメか、難しいね。まずやっぱボット打ちから始めないとね。ここどこ行った、 OK、 あかん、2発あれたら死んでください。ハンドガン3発なの、このセミオートのやつ。セミオートってか普通に指切りのやつで。おおお、ナイスプレイナイスプレイナイスプレイなのだが、もう一枚いるの、いる、 OK、 こっちはいない。お、いるぞ、いたぞ、見えない。お、ぶめ、あ、待って、左から来た、あかん、エイムずれた。3点バーストの砂がいい、砂じゃねえ、3点バーストのハンドガンが早くレベル上がってほしいな。おっと、角ま、え、負けた、負けた。いやでも17キル9ですだから意外と悪くない、意外と当たってた。よし、この調子でちょっとスナイパーの練習頑張っていきましょう。お、この人金武器狙ってアタッチメント5個つけてるね、やばいねいや今回金武器の条件 AR えぐいっすよね、いろいろとね。はい、こんな感じでした。オパシコ人の成績は17キル9ですでした。皆さんね、スナイパーの練習どんな感じでしょうか。チャンネル登録とコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。